よう、悟空じゃないか。<笑>ん？気がついたみてえだな。勝ったな、クリリー。あれ？ここは？どこだ？確か、クローンが現れた原因を探っていたら急にめまいがして。ダメだ。そこから先は思い出せない。もしかして、悟空が助けてくれたのか？ <笑>まあな。そっか。いつもありがとな。なんて言って。オラだってやべえときはいつもクリリンから全然もらってんだろ。僕、さすがの俺もちょっと傷つくぜ。<笑>ところで全く覚えてないんだけど、俺は誰にやられたんだ。クリリン、よく聞いてね。 今、いろいろと大変なことになってるの。というわけなのよ。そんなことがあったんですか。あの16号が生きてるなんて嬉しいけど、俺たちの敵っていうのが。よし、他のみんなも助けてやりたいし、16号の真意も知りたい。 俺も一緒に戦うぜ。な、悟空。ああ、もちろんだ。ちょっと待った。今のあんたたちは、ろくに力も出せないでしょ？あっちゃー。すっかり忘れてたな。修行すりゃ少しはマシになりそうだけど、ほらも一人じゃまともに叩けねえし。え？それじゃあ、俺は、 戦えないってことなんですか？思いつく方法はあるけど、孫君の中にいる人の協力がいるのよね。というわけで、あんた、孫君からクリリンに移動することはできない？悟空の中にいる奴が俺にリンクするってことですか？いいから、 二人とも試しに目を閉じてみて。さあ、そしてリンクしているあんた、クリリンの中に移動して。ん？ オラの中からいなくなっちまったぞ。俺の中に知らない奴が。やった！リンクする相手が変わったわ。これでみんな戦うことができるわね。なあ、じゃあクリリンが戦ってる間、オラ何にもできねえっちゅうことか？ リンクできる人は一人だもの。当然そうなるわね。でも仲間が増えるのよ。ソン君の負担だって減るじゃない。確かに悟空だけに頼りっぱなしってわけにいかないもんな。まっか、もともとオラが自分で戦ってたわけじゃねえし、自分で戦えるようになるまで 精神修行っちゅうやつ。新しい考え方だわ。とにかくそういうことだから、3人ともこれからもよろしくね。 We'll be right back.
れだけに18号さんは俺とクローンをちゃんと見分けてくれるかな。見分けてもらえなかったらショックだな。多分大丈夫だと思うけど。なんてこと、心配してる場合じゃないか。もしここであいつを見失ったら大変なことになる。俺の姿で悪さなんかされたら警察官としての立場がないもんな。というわけで、お前が悪さをする前に倒させてもらうぞ。こうして話をするのがやっとだ。いや、すごいですよ。俺なんか悟空に助けられるまで意識を失ってたのに。そうなのか。やけに体が重い。一体何が。それがですね、またクローンだ。クリリン、説明は後だ。まずはあいつをやっつ
んとかまともに動けるようになったな。話は大体分かった。俺が突然体が動かせなくなったのはその波動のせいなんだな。気が封じ込められるのは厄介だが、敵だって同じ条件なんだ。きっとなんとかなるさ。そんな一言みたいに言わないでくださいよ。今は一人でも多く仲間が欲しいところなんですから。クリリン、なあヤムチャ、またオラたちと一緒に戦ってくれよ。悟空、武道家を引退して随分経つ。腕が昔よりなまってるかもしれない。本当に俺が一緒に戦ってもいいんだな。ああ、せっかく道着も着てんだ。戦えねえと持ってねえぞ。大歓迎ですよ。それにクリリンだってちゃんと戦えてんだ。大丈夫だって。クリリンだってってお前何気に失礼だぞ。チョーズ、俺は一体。
ういうことだ。今ややこしいことになってるんだ。詳しく説明するとさ。そうか、その妙な波動が原因で。もしよければこれからは俺も一緒に戦わせてくれ。声をかけてすまなかった。だがもう大丈夫だ。こういう時こそ日頃の修行の成果を出さないとな。ケンさん、だからチャンス、お前は。だったら僕、ケンさん助ける。一緒に戦う。チャオス、分かった。一緒に戦おう。ただし、俺のそばから離れるなよ。うん。行くぞ。飛行砲配給拳。